あの海に面してるのね、クラは。あの海っていうよりもここは河口なんです。河口なんか。で、あの川港なんです、三国はね、うん。海じゃないんですよ。うん、でもう本当のもう河口なんです、九重川の。これ北前線です。これね。荷物運んできて、はい、で蔵の中へ直接荷物が収められる、うんうんうん、ああいうようにということなんですね。北前線ね、向こうに向かってありますよね。あの流書館行かれました？あそこね、入ったらその5分の1のね、模型が展示してありますので、中に色があるんですね、お家の中にね、はい、あのこちらね、どうぞ、はい、あのこれ通り庭なんです。京都と全く同じ、大阪のお客様でしたら京都行かれること多いと思うんですけど、これ通り庭、通り庭ね、そしてあの左のこちらの方が全部水回りです、うん、そしてこちらが人の住居ですね、あこちらが水、中の間、座敷ってなっております、うん、中の間、座敷ね、はい、はい、座敷見えるかな、座敷はこちらです。あ奥ね、ここ中の間です。帳場、ここは中の間ね、はい、これが帳場、帳場はあちらです。入り口の方ね、いいダンスがありますね。この前のやつもう一回何でしたかね、この前の部屋、ここですか、はい、ここはおえ、おえ、あのひらがなのおとえ、お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 えの間、おえの間、書いてなかったでしたっけ、それに書いてある、おえの間、中の間、あひらがなでおえって書いてある、おえって書いてある、ね、そうすれば後でしっかりとまた確認ね、はい、はい、これが台所とかね、はい、これがこれ有名ね、このあの船ダンスです。で、昭和38年頃までね、この岸名家の方がここでお住まいだったんです。で、江戸時代からね、こんなあの板の間にこういうふうなかまどがあったわけじゃなくて、その時代時代に合わせて改築を繰り返しながら、大体出してるんですよ。土間、土間ですよね。で、いろりもあんなちっちゃいんじゃなくて、昔はもっと大きいいろりが1個だけ、うんうん、それからだんだんこういうかまどができてきてっていう感じですね。あ、ね、で、あちらは天窓です。うん、ああ明るいという気がしますあ、ね。今、ロープ外してありますけど、ロープがついてる頃はロープ引っ張ると、あの障子の、ね、窓がパッと開くようになって、うまいことなって、うまいこと。ちょっと涼しくなるわけですね。そして先ほど奥様おっしゃったようにね、あの三国のこれ町屋作りですね。三国の町屋の特徴の一つが家の中に井戸があるんです。普通そこですよね。言いますのはもうお隣そこなんです。あ外にね、井戸を掘るスペースがないので、うちと家がくっついてるので、でもその方が安心ですよね。お家の方は楽ですよね。雨風の時も。ややこしも入れられてね。これはここのお宅専用の井戸ということですね。そうなんです。あ、そうですね。すごいよね。お金持ちだからね。そうですね。そしてこの昆布はね、大正に入ってから、うん、それまでは結構鶴瓶です。あ、鶴瓶。ね、ロープ引っ掛けて、一台引いて出てきますでしょ、茶碗って。あ、これね、はい、ここに紐引っ掛けてね。はい、滑車がついてたね。なるほど。これが水、汲んだ水を入れる。そうですね、水がめね。水がめさんね。でこちらがね、五右衛門風呂になります。五右衛門風呂、ね、板があるでしょ、久しく板が、あそうそう、鉄だからね、私も米子なんですけどね、父が、本当に小さいね、小学校行く前、五右衛門風呂親戚にもらいたかった、そう、私も五右衛門風呂ありましたね、ありました。でも金持ちだよね、五右衛門風呂あるのは、そうですね、やっぱね、昔は本当貧乏だったからね、商家だったかね、お店の家だったかね、これありましたね、そんな近いね。これ火消しのあれですか、消し壺です。消し壺ですね。消し壺ね、五円門風呂懐かしいな、五円門風呂。ありますよ。今汗いっぱいかいたからさ。子供が軽いからさ、押すやつ、押さえつけるのが大変でね。
なんかカチンとはめるんですよね、そこまで覚えてないの、とにかく押さえるのに必死だったら覚えてないで、いとこと入って先に上がられてしまうと、あ、そうそう、下が浮いてきてもね、そうそう、浮くの、浮くの、怖かったの覚えてます。ああ、そうでしたね、そういう式なんだもんね、自分の体重でね、うん、いや、焼き物が使ってあるんですね。そうなんです、これね、これ明治中期になってからね、愛知県の瀬戸焼きです、これ、うん、で便器は非常に素晴らしいんですけど、焼き、うん、先ほどもお話したように、ここ蔵でしょ、うんうん、そうするとここ人通りが激しいんです、うんうん、だから下々の人が使う手洗いなんです、ここで、おあの使用人とか女子供が使う手洗いです。じゃあ、違うんですね。あの紙接地っていうのが奥の方にあります。うん、結構大正ですか。